はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパートチャレンジ平穏を願う殺人鬼編ですね。エキスパキラを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスがね、ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずは光太郎ですね。ニラナイ、トレード、ハイコン、シルバーフェイクですね。おっと間違えました。そして、バイスケですね。ユニーク、ディメンション、産物、投資をつけてあります。そしてジョスケですね。湧き上がる、鮮度、コンボブースト、ヒールですね。9パワーをつけてます。スタンバイはセロハンですね。漫画、喧嘩、アイアイをつけてます。フレンドは、黒キラを選んでおります。では参ります。ほぼディメンションでね、ユニドラディメンションで、攻略しております。おっと、これは定石違いでしたね。今回はこれがよくあります。ガシャの方でもね、定石違いばっかり出て、しんすけが出てこなくて負けてきました。はい、ついてもディメンションでいきましょう。ブラフォードが残りますが、一撃当てれば、これはつらかった。どうしましょうという考える前に、考えるまでもなかったですかね。キラが強くて良かったです。フレンズさんありがとう。ここはね、死亡コンボカウンターもありますし、何より奥安がね、十分1にしてくるので、時を止めて早く処理しちゃいましょう。さあ、増援も振って引いて、回復薬もありますので、回復薬を取りに行きましょう。まあちょっとしかね回復しませんが、これでいいです。ちょっともったいないですが、使っちゃいましょう。一応回復しておかないとね、いけないですね。さあ、ここで出てきました難関のシアハですね。ただシルバーフェイクがここまで座っているとさほど怖くないですね。はい、倒せました。さあ、続いては真っ先にね、ウンドゥールは倒しておきたいです。10ヒットコンボカウンターがあるんでね、下手にこういうふうにね、スマッシュをさせるとね、どうしてもやられちゃう可能性もありますので、なるべく、おっとカエル倒しきっちゃいましたね。びっくりしました。そこまで倒しきる予定ではなかったんですが、まあ、倒せてよかったです。はい、どうせゲージを没収されるので、倒しきったらしてみましょう。どうしてそっちに落ちるんですか。というわけでキラーで圧縮していきます。そして、ここではまあいいでしょう。次のラウンド丈介に先制してもらいましょう。仕方がないです。先制丈介は来てないですね。よかった。ダルブラも落ちてきております。ラッキーです。さあバイスケで走っていきます。さあタルブラがアルブラがすごい体力やっぱりありますね。倒しづらい。さあここで先生丈介はもうやってこないんでしたっけね。忘れております。さあここでもゲージを没収されましたが、あまり関係ありません。さあ行きましょう。闘志があると楽ちん。はい、6ラウンドですね。ゲージゼロの状態から始まるのでラッキーでした。先生丈介がやっていきません。本当にラッキーでした。さあこれで通し切りましたね。ここで産物をね貯めておきたいところですが、事故しても嫌なので。回復しきりましたね。じゃあここでいいでしょう。ささあ最終ゾーンが降ってきました。まあこれだけ産物が重なってるとそこまで怖くはないですね。しかしこれは遠いですかね。まあやってみましょう。なるべくマリッシュボーイの近くまで行くようにして、これはちょっと難しいかな。まあやってみましょう。産物が乗ってるのでね大丈夫だと思いますが、あ、大丈夫でしたね。はい、クリアすることができました。虹は落ちませんでした。まあなんとかクリアすることができました。ありがとうございます。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。